はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、奈良公園です。奈良公園の鹿にですね、鹿せんべいをあげに行くというミッションを行ってきました。その時の模様を動画にしましたので、ぜひ最後までご覧ください。奈良せんべい、奈良公園の鹿せんべいは10枚入りで150円ですね。それをですね、6つ買いました。もう食欲旺盛でですね、鹿せんべいを目の当たりにするとすぐついてきてですね、アタックしてきますね。あげればもうあげただけ全部食べてしまいそうな勢いなんですよね。しかしですね、この仕草が、食べる仕草がですね、なんとなく愛嬌がある感じでですね、楽しかったです。やはりですね、この奈良公園は観光客がですね、外国の方が結構多く見受けられました。修学旅行で来てた団体の方たちもいらっしゃったんですけども、外国人の方の、ね、姿が結構多かったのを記憶しております。GoPro ですとね、このぐらい寄ってもですね、ちゃんとピントが合ってくれますんで、助かります。で、万歳をするとですね、鹿はみんなのよ外にですね、向かってですね、避けていってくれます。今回はですね、この辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。Yeah.